なんだ。着ぐるみ、これはミクの着ぐるみか。まったく驚いたぞ。ああ、すまない着ぐるみの人、ちょっと教えてくれないか。ここは一体どこなんだ。ようこそ、ここは君の思いの世界だよ。は？君の思いの世界？何言ってるんだ。とりあえずその着ぐるみを脱いでもらっていいか。正直話しづらいというか。いいよ、ちょっと待ってよ。うまく脱げないよ。まあその手じゃそうだろうな。仕方あるまい、頭を引っ張ってやろう。よっと。ふう、すっきりした？え？は、初音、ミク。うん、ミクだよ。いや、まさか。ミクはあれだぞ、バーチャルシンガーだぞ。そうか、わかった。これはトリック映像だな。なんだ今の音は。ああ、ショーの準備をしなくちゃ。急ごう急ごう、レッツゴー。ちょ、なんだ急に押すな。な、一体どこに連れて行く気だ。あそこに見えるのはテント、いや、ステージか。よし、小道具は揃ってるね。照明もバッチリだ。これで今日もいいショーができそうだね。うん、楽しみだね、怪盗兄さん。お待たせー、連れてきたよ。ミク、わざわざ連れてってくれたんだね、ありがとう。カイト、それにお前まで。というかお前馴染みすぎだろ。もう少し驚け。なんで？こんなに楽しいところに来たんだよ。ミクちゃんやカイト兄さんとも会えちゃったし。そういう話じゃ、こいつに話しても無駄か。しかしこのステージどこかで見たことがあるような。はじめまして、司くん。僕はカイトだよ。よろしくね。突然知らない場所に来て、びっくりしたよね。開演時間まで、少し話をしようか。俺の思いから生まれた世界。そう。ここは、君の思いから生まれた場所なんだ。そういえばミクもそんなようなことを言っていたな。新世界が生まれるなど、にわかに信じがたいが。こんなすごいところまで作っちゃうなんて、スターってすごいね。痛みがあるということは夢ではないのか。君がいた世界とこの世界はアンタイトルという曲でつながっているんだ。ここに来るときアンタイトルを再生しただろう。確かにあの曲を再生したらここに来たな。理解できなくはない。だが聞きたいことはいくつかある。そもそもなぜバーチャルシンガーのミクやカイトがいるんだ。僕たちはね、司くん、君に本当の思いに気づいてもらうためにここにいるんだよ。本当の思い？うん、歌はね、人の思いでできているんだ。だから君が自分の思いに気づいたとき、その思いは歌になれる。そして僕たちもその歌を一緒に歌うことができるんだよ。よくわからんが、歌えばいいのか、その歌とやらを。それならいくらでも歌うぞ。ただし歌ったらここから返してくれ。俺は世界一のスターになるために時間を無駄にしてはおられんのだ。まだ歌がないから歌えないんだよ、司くん。
本当の思いを忘れちゃってるかな。思いを忘れてる？そんなはずはない。俺の思いはいつだって一つ、世界一のスターになるだ。雪の日も嵐の日も、おたふく風で苦しんだ日も、その思いを忘れたことはない。でもでも、それだけじゃないんじゃない？ほら、例えばみんなを笑顔にしたいとか。笑顔に？そう、だからここでミクたちとショーをやらない？そしたら本当の思いをちゃんと思い出せると思うんだ。ショー？ここで？ミクちゃんたちと？楽しそう。ああ、ここでショーをやったらきっと楽しいよ。思いがけないことがたくさん起こるからね。例えば、ほら。なんだこのくたびれたぬいぐるみは。どうして風船で浮かせてるんだ？つかさくん、こんにちは。お、驚いたな。中にスピーカーが入ってるのか。本当に喋ってるみたいだな。本当に喋ってるんだよ。答えた。つかさくん、私のこと覚えてる？もしかして忘れちゃったの？これはどういうことだ。ちょっと、いや、結構怖いなこいつ。おい、寄るな。こっちに来るな。おお。はあ、今頭打っちゃったんじゃない？つかさくん、つか